ソニーワイヤレススピーカーをご紹介します。海やプール、キャンプなどに便利なワイヤレススピーカー、今回ソニーから新たに発売されました。ソニーの音響機といえばウォークマンという方も多いのではないでしょうか。音響機器以外にもゲームのプレステやスマホ、カメラなど幅広い商品を展開しています。ソニーのワイヤレススピーカーといえば重低音で人気の SRS-XB23 などがありますが、今回の音質も気になるところですね。動画の最後に実際の音も収録していますので、ぜひ最後までお楽しみください。このスピーカーの特徴はこんな感じ。通信速度や通信範囲に関係する Bluetooth のバージョンは最新の 5.2、 古いバージョンに比べて通信速度の向上はもちろんのこと、節電性能なども高くなっています。また8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。スマホやタブレット、パソコンなどよく使う複数の機器を一度ペアリングすれば2回目からの接続がスムーズに行えます。さらにマルチポイント接続も可能なので、2台の再生機器と同時接続が可能。例えばスマホとパソコンを同時接続した場合、スマホで音楽を聴いた後一旦停止してすぐにパソコンで YouTube を視聴することができます。また私みたいにスマホを2台持ちの場合、どちらかのスマホに着信があった時に1台のスピーカーでハンズフリー通話が可能。2台の機器を使う時、接続の切り替えがいらないのは便利。遅延や音質に関係するコーデックは SBC、AAC に加えてソニーが開発した LDAC が使用可能。標準的な SBC と比べて最大約3倍の情報量を伝送できます。またハイレゾ音源の対応できる高音質が売りのコーデック、もちろん AAC にも対応しているので iPhone の音楽を高音質で再生することも可能。新技術ラインシェイプディフューザー、ソニーが新たに開発した独自技術で、ライン構造を取り入れることによって均一な音を広く遠くまで届けることができるというもの。いわゆる指向性が狭いスピーカーだと一番音が心地よく聞こえるスイートスポットが狭くなっています。例えば正面のこの場所が音がいいけど、端の方だとしっかり音が届かなかったり聞こえ方が違ったり。このスピーカーはどこで聞いても音が均一に聞こえるので、複数の人で音楽を楽しむ時にもいいですね。また部屋の中で移動しながら家事をしたりと、ながら聞きする時にも力を発揮してくれます。ソニーが開発した圧縮音楽ファイル用の音質向上技術 DSEE も搭載。圧縮によって失われた高音域や消え際の微小な音を再現するという機能。高音域の表現力や微細な音の再現性が向上して、ハイレゾに近い音質で楽しめます。防塵防水性能 IP67。 IP67 というのはここが防塵性能6、ここが防水性能7という意味。防塵性能6級は粉塵が内部に侵入しない。防水性能7級は水深1メートルの水中に30分間水に浸しても有害な影響を受けないということ。お風呂やキッチンはもちろんのこと、ビーチや川などアウトドアでも音楽を楽しめます。連続再生は約16時間とロングバッテリーが搭載。キャンプや釣りなど屋外で使うシーンでもほぼ1日電池切れを気にせず安心して使用できますね。パーティーコネクト、パーティーコネクトという機能を使って複数のスピーカーをつないで大迫力のサウンドを楽しむことが可能。例えばこんな風に100台まで接続することが可能です。まあ実際に100台つないで音楽流すことってなかなかないと思いますけど、面白い機能ではありますよね。箱には大きくスピーカーのイラスト、横にはリブライフラウド、人生を豊かに彩ると書いてあります。こちらには新技術ラインシャープディフューザーのイラスト、音が広く遠くまで届くというのが一番の売りのようです。それでは開封していきましょう。こちらはスピーカー本体、重量は約 793g、 1リットルの牛乳パックよりもちょっと軽いぐらい。表面はスニーカーで使われたそうなメッシュの素材になってます。こちらはシリコン素材、ソニーのロゴがしっかり入ってますね。縦置きにすると広く遠く音を届けるラインシャープディフューザーが堪能できます。音が出るのはこの細いメッシュの部分。
ここがソニー独自のライン構造になっていて、音を広く遠く届けられるポイントみたいです。側面は独特な五角形、中には重点を表現できるパッシブラジエーターが内蔵されています。表面はこちらもシリコン素材になってますね。横置きではステレオ再生にも対応、縦置きにして広く遠く音を届けるラインシャープディフューザー、横置きでステレオ再生、縦と横どちらでも使えていろんな機能を堪能できるのはいいですね。こちらには電源ボタン、充電ランプ、 Bluetooth ボタン、再生一時停止と通話ボタン、マイク、音量ボタン、バッテリーボタン、マイクボタンがあります。木や車に引っ掛けて使えそうなストラップもついてます。ここのキャップ開けると充電用の差し込み口、充電端子は使いやすいタイプ C になってます。 Android ユーザーの私にとってはスマホのケーブルを併用できるのでありがたい。シリコン素材のキャップがしっかり閉まるので水に濡れても安心。ちなみに充電はクイック充電機能がついているので10分の充電で約70分再生することが可能。通常充電は4時間の充電で約16時間再生が可能。昔のワイヤレススピーカーと比べると充電時間もかなり早く進化した印象です。 Bluetooth 接続は Bluetooth 設定画面からこちらの SRS-XE200 を選択して接続します。これでペアリングは完了です。このスピーカーハンズフリー通話機能が搭載されているので通話用マイクの音質を確認します。現在通話用マイクの音質を確認しています。聞こえ方はいかがでしょうか。こういったスピーカーの通話用マイクとしてはかなり音質いいですね。しかも本体にマイクをミュートにできるボタンがついているので簡単にオンオフの切り替えすることが可能。テレワークにも使いやすい機能と音質を備えています。このスピーカー防塵防水性能は IP67。 川や海、プールなど水辺でスピーカー使用するときにうっかり落としても防水ですし、ちゃんと水に浮いてくるので大丈夫。他の防水スピーカーだと水に沈んじゃうこともあったんですが、これなら回収しやすいし安心して使えますね。ちなみに音楽再生中に水がかかるとこんな感じ。水がかかった瞬間は多少音量が下がりますが問題なく使えました。これならお風呂やキッチンなど水がかかりやすい場所に置いてもビクビクせずに使えますね。それでは肝心の音質を確認していきましょう。今回は比較として重低音で人気の JBL フリップ6をご用意しました。やはりフリップ6は重低音の効いた力強いサウンドで中音域、高音域もクリアです。 SRS-XE200 はバランスのいい聞き遣いのしにくい音。最近のワイヤレススピーカーってドンシャリ傾向が強いのが多いんですけど、このスピーカーは自然で癖がなくて落ち着いた音、いろいろなタイプの音楽にも合いそうです。ソニーの
ミュージックセンターというアプリに対応しているので、イコライザーで自分好みの音に調整することも可能。モノラルからステレオに変更したり、Bluetooth の接続品質を選んだりすることもできます。縦置きにすると音が広く遠くまで届くので、アウトドアでみんなで音楽を楽しむときにもいいですね。横置きにしてステレオ再生するのも音に臨場感が出てよかったです。防塵防水性能 IP67 なので、プールや海みたいな水がかかりやすい場所でも大丈夫。しかも汚れても水で洗い流せるので便利。家での使用はもちろんのこと、アウトドアでも使えるので、夏のレジャーや秋のキャンプにも最適ですね。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今後もオーディオ関係やカセット系の動画をアップする予定ですので、またご視聴いただけると嬉しいです。